はいじゃあそれではえ本日の確認テストですね。えー、刑法のえ解説の方を進めていきます。でこの一斉確認テストですけれども、まあ民事系の民法、えー、商法、民訴法に引き続き、えー、まあ年間の投資だと今年度は四回目ということで、えー、刑法の問題入っていきますが、えー、まあ例年通りというかね他の科目ですね他の科目と同様に、えー、まあいわゆる正誤問題五十問記述式二十五問ということになります。えー、若干記述式に関しては少しねあの複雑な問題も入ってはきていますけれども、えー、今回まあ単答式の問題についてはまあすべて。 ま予備試験司法試験験司法の問題、まあ、なるべく予備試験の問題から出していますけれども、まあ、足の正誤判定については、あのかなりあの正確な正誤判定が必要になってくると思いますので、えー、とはいっても、まあ、その問題の難易度自体はね、えーまあ、実際にそこまであの難しくないというかね、あの入門段階で確実に回答できるものとのをチョイスしていますので、まあ、実際にまあ入門を受けた後の受講生の方。 もしくは、ね、入門のインプットを一通りされた方は、まあ、8割方の点数はやっぱり取っていきたい。で、まあ、実際にまあ今年というかね、えー、2024年の予備試験合格目標の方は、まあ、この問題であれば現段階で、えー、まあほぼ完登できるということが目標になりますので、間違ってるものがもしあった場合には、そこについてはもうしっかりと復習をかけて、えー、まあ ししっっかかりてていいくくととこが必要になってくるかと思いますでで実際なんでこれ、担当についてはここまで言ってるかというと、民事系の場合には、あのまあ、過去も受けられた方、もしくは過去に、えーまあ、いわゆる予備試験の問題であったりとか、見られた方は、あの実はご存知だと思うんですけれども、あの民法とかだったら、正しいものを2つ選べていいんですよ。 要するにあ、い、う、え、おっていうので、正しいものの組み合わせを選びなさい、であとエが正、えが正しいとか、いと、うが正しいみたいな形で、要するに5個の足があったときに、5個の足全部が分からなくても、あ、えー、が丸で、いが×だから選択肢絞れますよみたいな形で、まあ、5個の選択肢のうちの正しい組み合わせを選びなさいってことになるから、まあ、5足が全部分からなくても、まあ、消去法であったりとかで、省、ま、力、あ、法であったり、入り消去法とかを使うと、まあ、大体選択肢5個のうちの2つ、3つが分かれば、まあ、大体回答までいけちゃうってことはあるんですよ。 ただ、刑法ってそういう感じじゃないんですよ。間違っているものを2つ選べとか、間違っているものの個数を選べみたいな形になってくるので、えー、実際に5個の足があった場合、5個の足の正誤が全部当たってないと点数が来ない、えー、まあ少なくとも関東の点数が来ないみたいな問題が多く出てきます。でこれは、広報系、もそうなんですよね、えー、刑事系広報系の場合は、なんか組み合わせで、商業法で解くというよりは、一つ一つの足が全部分かって、初めて点数が来るという問題が多い以上は、えー、一個一個の回答精度を上げていかなきゃいけないので。 ちょっと過去問をやるときにも、ちょっと民事系と比べると、目標とするような水準が上がってくると、その分だからそういう問題であるということは、問題の難易度、客観的な難易度は高い問題が出にくいっていうのが特徴になってきますので、なので入門段階でもしっかり解ける問題が多くあるというイメージになるかと思います。では、それでは1問目から順番に見ていきますが、問題数が多いということもありますので、少しもうちょっと若干もう線を引きつつ、解説していっちゃいます。で、まず1問目ですね。 まず、総論に関する問題が続きますけれども、まず1問目、不作為犯の因果関係については、期待された作為に出ていれば、結果が発生しなかったことが合理的疑いを超える程度に確実であったと言えない場合にも、可能性があれば認められる余地があるということですが、これは明らかに、十中事件と矛盾しますね不作為犯の因果関係については、いわゆるあの期待された作為に出ていれば、まあ、究明することが十中泊可能であった場合に、因果関係を肯定するという理論ですよね。 ということは、えー、このように、えー、合理的な疑いを超える程度に確実であったという関係が認められれば不作為の因果関係を肯定しますので、えー、この可能性があれば認められる余地があるというのは明らかに間違いということで一番ははとということになりますでは次に2番一応結論は丸だけどちゃんと思考過程を見ましょう、えー、甲が心臓発作を起こしやすい持病を持った部位を突き飛ばして尻餅をつくように路上に転倒させたところ部位は転倒の,のショックで心臓発作を起こして死亡した。 はい、まずこれ危険の現実仮説からすれば客観的に存在した全事情を判断とりますよねえですからこの,、まあ、この問題文の講談にあるように持病があることをこうが知ってたか知らなかったかっていうのは客観的な因果関係の判断では全く関係ありません。 いいですよね、実際に部位に持病があることを甲が知り得たか知り得なかったということについては、えーまあ、いわゆる危険の現実仮説からすれば因果関係の判断に影響を与えません、まあ、言ってみればもう客観的に存在した全事情を判断の基礎とします、まあ、厳密に言うと行位当時に存在したってことね。 え厳密に言うと、行為当時に存在した全ての客観的事情を基礎としてえ、この実行行為の危険性が結果へと現実化したかで判断するのが危険の現実化です。えということは、今回の判断規定は、心臓発作を起こしやすい持病を持った男を、あお男か分かわかんない、人物を突き飛ばすこと。でしょこれを判断規定にしてるわけですよえ。心臓発作を起こしやすい持病を持った人物を突き飛ばすということを、え実際に 判断規定にすることはできるわけだから、ならば、転倒ショックの心臓発作の危険は内包してますよね。で、それが現実化したというふうに見れますから、えー、因果関係は肯定されます。 では次に3番あで詳しくは、まあ、あの他の科目と同じようにあの解説冊子ありますので、えーまあ、詳しくは解説冊子の方う、ね、復習の際に、えー、活用いただければと思いますき、まあ、今日はあのこの解説の講義の目標というのはもうとにかく要領よく、ね、あのどんどん進めていくことが目標なのでどどんどん進めていきますではそれでは3番、えー「甲が部位の胸部腹部、えー、腰部を殴打したり足毛にする暴行を加えたところそれに耐えかねた部位はその場から逃走した際 逃げることに必死のあまり、誤って路上に転倒し、縁石に頭部を打ちつけたことによってくも膜下出血によって死亡した、はい、この場合、えー、因果関係がある、これはあの、高速道路侵入事件をイメージできればいいですよね。えー、つまり、<laughs> 過酷な暴行を繰り返し加えている中で、不適切な行為を行って死亡する危険というのが現実化したわけですね。えー、特にに高速道路侵入事件もそうですよね、えー、密室において 長時間にわたって過酷な暴行を加えるで、そういう風なえ行為ですよねえー。密室において長時間にわたって過酷な暴行を加える行為は、その恐怖から不適切な行為を行ってしまうということを通じて死亡する危険性があったわけですよね。だから、まさに高速道路侵入事件っていうのはそういう話でしょ。 長時間にわたって過酷な暴行を見捨て行うというこの行為は結局、逃走する際に不適切な行為を行ってその不適切な行為で死亡してしまうという危険性のある行為で現に被害者は逃げ出したあまに恐怖のあまり高速道路に侵入して引かれてしまったこれに対しては危険が現実化したものとして因果関係を肯定していますから今回もこのような事案ですよね。実際この言ってみれば 暴行行為を行うということによって、まあ、一応これ、判例なんかでよく使われるのは、あの因果関係としては、これ、誘発されてますよね、特にね。あの高速道路侵入事件だってそうじゃないですか、被告人の過酷の長時間にわたる暴行があって、この長時間にわたる暴行によって、えー、実際に不適切な行為が誘発されたと見ることができると。まあ 特に高速道路侵入事件であれば、ね、被告人による、えー、長時間にわたる過酷な暴行というものが被害者が高速道路に侵入するという不適切な行為を誘発するわけだから海在事情の異常性は高くないとと見ることができますで。今回の問題も、まあ、それを即して考えれば、えー、この公が、えー、暴行する行為というものによってこの逃げることに必死のあまり路上に転倒したのは誘発行為でしょう。これは。 えーとまあ、逃げることに必死のあまり、誤って路上に転倒して、縁、え、石、ー、に頭部を打ちつけたっていう行為が、<coughs> まあえー、これは被疑者、ごめんなさい、えーこのえー、逃げることに必死のあまり、誤って路上に転倒したということは、あのこれ自体は、えー、被害者の、えー、介在事情ではあるけれども、えー、これは公による暴行によって誘発された行為ですから、特段の。えー 誘発された行為であって、介在事情の異常性ってのはそこまで高くないですから、まあ、高速道路侵入事件のまあ射程が及ぶと見れますから、因果関係、肯定していただろうということです。<laughs> では次に、えー、4番、えー、相手方から脅迫不正の侵害を受け、第三者所有物を用いて相手方に反撃して、損壊したで、まずこれ、構成要件は器物損壊罪の構成要件ですけれども、<laughs> これ、緊急避難の問題になるからね、ストレートにね。だって、生体性の問題でしょ。 あの言ってみれば器物損壊罪に関しては、えー、被害者はこの所,有者を所有権を持っている第三者ですからいいです、ね、この第三者の所有物を用いて反撃をして、えー、同所有物を損壊したということになりますから、えーまあ、器物損壊罪との関係でいうと、えー、この器物損壊罪においては、えー、この第三者の所有物ということになりますから、まあ、いわゆる生体性の関係になりますから、これは緊急避難の問題になるね。<laughs> では次に5番 こう、えー、はオツラスゥメラの男によって監禁されたが、えー、監禁されて2週間後見張りがオツ一人になったため監禁場所から脱出するため顔面をオー,ーしてオツがひるんだ隙に、えー、そこから逃げた、えー、この場合正当防衛が成立するということで、えー、これは成立しますえっ、ー、と何が問題になるかというと監禁されてから2週間に久悪不正の侵害があるかって話ですでちなみに監禁というのはこれは講義の中でもえー、結構出てきたと思いますがあのいわゆるあの 監禁状態が続いている間、違法状態が継続するんですよね。監禁罪って。つまり、監禁したら終わりではなくて、監禁されている時点,時点だけではなくて、監禁されている期間はずっと監禁状態が違法として継続するので、監禁から2週間経とうが何週間経とうが、監禁状態が継続している限りは違法状態です。いいですね。 えー、つまり監禁行為が行われてその監禁行為が行われてから監禁状態がずっと継続している限りにおいては、えー、違法状態は継続していますので、えー、監禁から2週間経っているとしても旧白不正の侵害はあるので正当防衛になるということですまあ、問題の取材はここだよねってことです問題の所在はここです、えー、2週間経っても旧白不正の侵害になりますで次に6番 はい、もっぱら攻撃士で暴行に及んでいる場合には正当防衛成立しませんね、えー、ちなみに、えー、復習になりますけど正当防衛における防衛の意思の定義は「旧泊不正の侵害を認識しつつこれを避けようとする単純な心理状態」というのが、えー、防衛の意思で,で防衛の意思は少なくとも攻撃士と併存してもいいんですよね。 防衛意志と攻撃意志は併存しても防衛の意志は肯定されるんだけど、6番のように、もっぱら攻撃の意志ということであれば、これはダメですよね。もっぱら攻撃の意志だったら、えー、少なくとも防衛の意志は否定されるということになります。はい、7番。えー、7番は、これ、えー、現在の機な難ですから、緊急避難。自然災害、動物の危害、入りますね。えー、これ、ちなみに確認ですが、正当防衛は入らないんですよね。正当防衛は、嗅覚不正の不正とは違法させますから、違法主体は人のみです。いいですね。 えー、あのこれはもうあの、まあ、入門段階でも繰り返し出ていると思いますが、えー、旧泊不正の侵害を要件とする正当防衛の場合には、えー、不正というのは違法を指しますで、違法の主体というのは自然人のみを指しますから、えー、そうすると、えー、正当防衛の場合には、自然災害だと動物みたいなものは、えー、正当防衛の対象にはなりませんが、えー、緊急避難はそのような原因ってありませんね、えー、現在の避難で足りますということです。で次に8番 公はオツが保険金を騙し取るのに協力する目的で親指を包丁で切断した、はいえー、これは社会的相当性を逸脱する行為ですから違法性が阻却されることはないです、えー、ですので、えー、まず構成要件に該当せずがまず全く違います構成要件には当た,らな当たるとして違法性阻却の問題ですよね <laughs> いいですかねで結論論ととししててはそもそもも あの親指で切断したっていう、この、いわゆる保険金目的での切断行為というものは、被害者の同意があったとしても、社会的相当性を逸脱する行為として違法性が阻却されないって話だから、問題としてはこういうことですね。まず、公正要件に該当しないっていうのは間違いで、公正要件には該当するけれども、違法性の阻却が問題になり得る。けれども、社会的相当性を逸脱するから、違法性阻却されず、犯罪成立っていう問題ね。なので、全然違いますってことです。では、それでは次9番。 はいえ9番については、刑務所に入りたいから告訴しろって依頼され、オツの承諾を得て、オツを脅迫罪で告訴した。虚偽告訴罪が成立するか。虚偽告訴罪は国家法益ですよね。国家法益に対する罪は承諾はできません。ですから、国家法益とかあと社会法益ね。基本的にはあの承諾による犯罪の不成立が問題になるような問題ではあるけれども、少なくともあの社会的法益とか国家法益に関しては、<coughs> 社会的法益国家的法益に関しては、少なくとも承諾を与えることはできませんので、このように虚偽国訴罪について、この、オツかな、虚偽国訴罪について、オツが承諾を与えたとしても、何の意味もありません、したがって、まあ、構成要件として、まず虚偽国訴罪の構成要件、該当してますから、仮にオツが承諾しても、国家法益である以上、何の効果もありませんので、結論としては、えー、罰ということになります。 では次10番、オツはパチンコ店の従業員、あ、ごめん、こうで、こうは、パチンコ店の従業員、オツが運搬していた、同店の売上金の入ったカバンを合取するため、後ろから拳銃を発射したところ、オツの肩を貫通した上、兵の腹部に命中したということは、これ、新宿秒打銃事件ですよね。具体的事実の錯誤ということになりますから、法定的符号説に立てば、人の限度で符号してますね。 えー、オツと丙は人の限度で符号していますからオツと丙それぞれに対して、えー、強盗殺人未遂罪が成立します。ですからこれ、回答は合ってますよね。えー、法定的符号説からすすれば、えー、実際オツに対する えー、強盗殺人を試みたんだけど、兵に対して言っちゃったとき、人の限度で符合してますから、えー、オツに対する強盗殺人未遂と、えー、兵に対する強盗殺人未遂はそれぞれ成立して、これ、関連的強固になりますね、新宿病打受事件と全く同じ事案です。えーまあ、一応、忘れてる方は、具体的事実の錯誤の法定的符合説を前提とする問題ということになりますね。では次に11番してきた貴金属を えー、オツが盗んできたものかもしれないと思って買い取ったのであればこれはもう聞かれてることは密的行為があるということです、えーまあ、いわゆる盗んでるかもしれないなと思って買い取ってるということは盗品性について密的行為がありますから、えー、この11番、丸ですね、えー、盗品と優勝譲り経済の行為、まあ、特にこれ盗品であること、うん、つまり盗品であることに対する行為があるかが問題になるわけでしょ ががあるかが問題になるわけだけれども、えー、この盗んできたのかもしれないと思って、あえて買い取ったということは、これはもちろん、えー、密室の声があるということになります。では次に、はい、過失犯が60条は適用されないですが、これ、ちゃんと言えるように、過失犯の共同制犯については、えー、裁判例認めてますよね、えー、覚えてるかしら、あのトーチランプを、ね、あの消し忘れちゃったやつですあの、トンネル内でトーチランプ消し忘れちゃったってやつですね。で、この中で過失犯が適用される場合の、ちなみに確認します。 あの居室案の共同性判が認められるときは共同の注意義務に共同で違反するときですよねこれはよくまあ裁判例が言ってるやつです、まあ、言ってみると相互利用補充関係のもとにっていうもう一応付け足すと一応過失案の共同製判が成立するのは相互利用補充関係のもとで共同の注意義務に共同で違反したときに過失案の共同製判認められますですので答えはバツですねでは次に13番過失案の成立に必要となる結果の予見可能性は不安感で足りる これ、器具関節ですよね、これじゃね。で、少なくとも最高裁判例は器具関節取ってないです。少なくとも新過失論の立場ですよね。少なくとも過失犯においては、結果発生の予見可能性は新過失論からすると、おさらいね、構成要件と因果関係については、基本的部分の予見可能性で足りるっていう判例ですよね。基本的部分についての予見可能性ということになりますから、少なくともこれね、 こういうふうに内容の特定されない一般的抽象的な危惧感とか不安感で足りるということは判例は言ってません、まあ、もちろんねあの下級裁判例とかであのいわゆる森永ヒソミルク事件なんかでは危惧関節採用してますから、えーまあ、一応危惧関節というものは一応下級心の中では見て取れますけれども、少なくとも判例の立場ではありません。いいですね、このの一般的的抽象な危惧感感不安感で足りるるというのは、まあ、そのいうはわゆる 器具関節とか新進化質論と呼ばれるものですから、まあ、一応最高裁判例が取っている進過失論に基づけばえ構成要件及び因果関係の基本的部分の予見可能性ねえ具体的に最高裁のえ判例の中身としては北大電気メス事件あたりが、まあ、その立場をとってますよねえですからまあ北大電気メス事件なんかを参照にするとえ まあ、いわゆる構成要件該当性や因果関係についての基本的部分についての予見可能性というものが必要になりますから13番は違うということね。では14番、えー、と何が問題になるか、はい、A を川に突き落として溺死させようと思い、えー、突き飛ばしました突き飛ばしたら橋桁に頭をぶつけて即死した、はいえー、因果関係の錯誤ですよね。うん 客観的な因果経過と主観的な因果経過が違ってますが因果関係の錯誤は故意を訴却しないというのが最高裁の立場です。ということは殺人は問題なく成立するねでは次に15番、えー、甲がオツに対して、まあ、これ、書いちゃってるけれども A がナイフで脅して A から金品を合取するように強唆したところオツはその旨を決意しナイフで脅かしたがその最中に殺意を抱き A の腹部をナイフで刺して傷害を負わせ。 A から金品を合取したものの、殺害するには至らなかった、えー、この強盗罪の強査犯が成立するにとどまるかということですが、えー、これあの、少なくとも強盗罪の強査はまず成立し得るんですよ、まずはね。ですが、その後に傷害結果を負わせてますよね。いいよね、実際に A は殺意を抱いて、傷害を負わせたってことですから、少なくともこれは、傷害の結果については、やっぱり結果的課長犯として強盗致傷罪の,、えー、あの在籍を負います。 したがって、えー、結論からすると,、えー、と、強盗致傷罪の強査犯になります。でただ、これ、ちゃんと説明しますね。主観的には強盗殺人未遂罪なんです。ごめんなさい、客観的にごめんなさい、言い間違い。<laughs> 失礼しました。これ、客観的にはどうなってるかっていうと、えー、これ、ちゃんとあの説明するね。えっ、ー、とね、オツは殺意を抱いて、ナイフを刺して、傷害を負わせた。 とということですからが遂罪の強さ犯が客観的にはじ,じゃあ主観的には主観的にはこれ、強盗殺人の殺人っていうのは、強さしてないわけでしょ。ということは、主観的には強盗罪の強さで、課長結果として障害が生じたものと見るから、え客観的には強盗殺人未遂罪の、えー、強さ犯で、主観的には強盗致傷罪の強さなんですよ。 えつまり、主観的には強盗の強さしかしてないわけだから、この人は。<laughs> いいよねえ。主観的にはこの人は強盗の強さしかしてなくて、結果的課長犯として致傷がついちゃってる。ということは、まあ、客観的には、まあ、強盗殺人未遂の強さですよね。あごめんなさいえ。ちなみに強盗殺人罪の未遂起遂は、死傷結果を基準としますから、 まあ、そうすると今回は客観的には、えー、オツか、えー、客観的にオツが行ったのは、えー、強盗殺人の実行行為を行って、えー、死亡しなかったわけでしょ、えー、強盗殺人における実行行為、まあ、殺意を持って腹部をナイフで刺すという強盗殺人の実行行為を行って、で強盗殺人の未遂、起遂は死亡結果で決まるわけだから、えー、死亡に至らなかった以上は、強盗殺人は未遂になる、でそれを強査したというのが客観的な話。 じゃあ主観的にはどうなるかっていうと、主観的には殺人の強さしてないわけだから、主観的には強盗なんですよ。ただし、結果的課長犯については、あれ基本犯についての強さが成立すれば、基本犯についての強さが成立すれば、課長結果についてはそのまま問えますから、主観的には強盗致傷の強さになっていて、あの、抽象的事実の錯誤なんですよ、これ。ということは抽象的事実の錯誤だから、 結局、構成要件の自主的に重なり合う限度で決める、えー、まる、あ。ということになりますよね。まあ、今回の問題であれば、この構成要件の自主的,か自主的にかな。えー、構成要件のちょっと直しますけれども。えー、構成要件の自主的に重なり合う限度での。 えー、犯罪が成立するということは、結局、強盗致傷罪の強さでしょ、まあ、強盗殺人未遂と強盗致傷ですから、構成要件の実質的重なり合いは、えー、強盗致傷罪の、まあ、強さになりますということが説明できてればいいと思います。はい はい、では、次にですね、十五番、十六番ですね。ここから責任論、もうちょっと踏み込んでいきます。えー、犯行時に、えー、成年に達していても、犯行時の知能程度が十二歳であった場合には、四十一は重要される。ありえないです。えー、いわゆるあの刑法における刑事責任というのは、十四歳か否か、十、ま、四、あ、歳に達しているか否かのみで決まりますから。えー、実際、このように、犯行時の知能程度がどうか、どうかあ犯行時の知能程度がどうであったかということは、四十一条の関係では全く意味を持ちません。 14条に達してるかどうかで確率的に41条というのは刑事未成年かどうか判断しますので、えー、これはまあ明らかにおかしい。で17番犯行時に事、えー、物の是非全、えー、悪を弁識する能力が著しく減退していても行動制御能力が十分に保たれていれば完全責任能力が認められることがあるこれ間違えた人は非常にあのまずいですあのいわゆる心身交弱の定義だよね。 ぜひ弁別能能力力または行動制御能力をししく減退してい,る状態ですいいですね。いずれかが減退していれば、心神耗弱ですからね。ですから、今回だったらいわゆる、ぜひ全悪の弁識能力、いわゆるぜひ弁識能力とか、ぜひ弁別能力と言われる。つまり、そのような、ぜひ弁識能力を著しく減退しているか、またはですね、または行動制御能力が著しく減退しているときに、心身耗弱と判断されますから、いずれか一方が、 ということは今回は、事物の是非全面能力が著しく限界しているわけでしょ。事物の是非全悪を弁識する能力が著しく限界し,し, <laughs>、えー、し,しているわけだから、これをもっても心身耗弱になります。なので、もう17番はこれは外しちゃいけない問題。で、次に18番も有名どころですね、あの裁判所については、この責任能力を生む程度については、あの基本的にはこれ、裁判所の法的判断ですよね。 えー、責任能力の有無程度というのはあくまでも法的判断だから精神鑑定の意見については拘束されません裁判所は独自に、えー、総的判断をすることができますただし鑑定意見は十分に尊重しなければならないというのが判例の立場ですですから前半は待ってるんですよ あのこの心神喪失、心身耗弱といった責任能力の判断については最高裁の立場というのはあくまでもその責任能力の有無というのは法律判断だから裁判所は法律判断として独自に認定をすることができるから鑑定意見とか、ね、そういったものには拘束されずに独自に裁判所が判断することはできるけどただ、専門的な鑑定意見がついているのであればやっぱりそれは専門家の本文なわけですよ。 専門家の本文である以上ははやっぱりそれは尊重すべきでであるということは言ってますですから、前半はあってるんですよ、うん、裁判所は責任能力の有無程度について専門家たる精神医学者の意見を十分に尊重して判定すべきであるという点はあってるんですが一部を採用することは許されないは明らかに間違ってます。あくまでも採用するかどうかについては裁判所が法的判断として行いますからここに書かれているように専門家の精神医学者の意見を十分に尊重した上でね いいかなえー、この意見を十分に尊重した上でえで、ー、裁判所が独自の判断で一部だけを採用することはもちろん可能ですので、えー、ここはまああの罰ということになるでしょうね。では19番、はい、19番はもうこれはね、論文でも聞かれるやつね、あの事故が居住する建物に付いた火災保険を保険会社から騙し取る目的で建物に放火したが、保険金請求に至らなかった詐欺未遂罪は成立しない、あの詐欺の実行行為は保険金請求時ですよね。 いわゆる保険金詐欺の実行の着手というのは、まあ、言ってみれば、公正要件的結果発生の現実的危険性が生じる時点はどこかってことになりますが、判例は保険金詐欺事件については、保険金を請求した時点をもって実行の着手としてますから、保険金を請求してない以上は、実行の着手なしです。では次に20番。はい。えー、これはまあ予備の論文でも問われてるやつかな。次、えー、あの、発火装置の設置です。次元発火装置を設置した時点で、基本的にはこの、 機械の成功さとか設置場所にもよるけれども、あの、まあ、言ってみれば精巧な機械で、精巧な機械で次元発火装置というものが設置されれば、焼損の恐れが生じるというような場所に設置すれば、これは次元発火装置を設置した時点で実行の着手はありです。 ですからここにもあるように、甲は他人が居住する建物に放火することを企て、30分後に発火して、導火剤を経て、同建物に火が燃え移るように設定した次元発火装置を同建物に設置した、この時点で放火の実行の着手があると考えていいでしょう。でもちろんこれは論文対策で言うならば、機械がどれだけ成功かとか、設置した場所がどこかというのは重要です。 つまり、この次元発火装置を設置したことによって、時間が来れば建物の焼損が生じる現実的危険性があるかどうかによって実行の着手があるかは決まりますから、担当だとこれにどうしてもね、これしか書いてないけれども、実際のまあ論文だったら、この次元発火装置がどれだけ精巧な作りになっているか、そして次元発火装置が設置された場所とか時間帯とかで、実際設置されれば、このまんま次元発火装置の 設定した時間で焼損するっていう危険性があるかをまあ見て判断していきますが、今回はこのように、ばれちゃったんですね、設置したえ時刻が到来する前に発覚して、発火に至らなかった、少なくともこれ未遂にはなるっていうふうに考えていいでしょうかね、このようにじ実行の着手、次元発火装置の設置時点で、今回の問題ではちょっとね、具体的な事実関係、ちょっと足りない気もしますけれども、少なくとも機械が成功であるならばね、 え機械が成功であるということであればまあ放火の実行の着手を肯定されうるということになりますからまあ20番はツということで,すでは次、21番、公は生活費欲しさから強盗を計画し12歳の長男、オツに対して部位から現金を合取するように指示したオツはえ公の知事に従い刃物を突きつけて現金を合取したまあいわゆるスナックママ事件が年々頭に入っているね。ということはこれ、オツがぜひ善悪の判断能力を有していたか否か。 犯行を抑圧されていたか否かにかかわらず、えー、強盗罪の間接案が成立する、明らかに間違ってますあの。もちろん、是非善悪の判断能力がないケース、まあ、幼児とかですよね、えー、是非善悪の判断能力がないケースや、えー、是非善悪の判断能力があったとしても、お遍路事件のように、医師が抑圧されているのであれば間接案です。いいですよね、道具として。つまり、刑事未成年者を利用した、これは犯罪でしょ。 刑事未成年者を利用した犯罪ということになりますからそもそもぜひ善悪の判断能力を有していなかったら完全な道具になります。でぜひ善悪の判断能力を有していてもお遍路事件のように日頃から虐待をしていて医師が抑圧されてると評価されるんだったらぜひぜんの判断能力があっても医師が抑圧されてることを理由として道具として間接制覇になるってことはあるけどスナックママ事件は違ったでしょ。 自分の判断ででノノリノリになってあの一緒にななっっってやったって一緒やたいう事案ですでその場合には共同制覇を認めてますよねつまり、えーまあ、この21番についてはスナックママ事件に見られるように、えー、実際に是非善悪の判断能力を持っていて、えー、そしてオツが自分の意思で、えーまあ、実際に臨機応変に犯行を行ったみたいな事案の中では、えー、これは共同正犯を認めていますから、まあ、厳密に言うとこうというのは実行行為に関与してないから共謀共同正犯ということですね。 えー、ということになりますけれども、えーまあ、そのようなスナックママ事件のような事案であれば、えー、共謀共同制犯成立することになりますから、まあ、21番は確実に罰です。ということですね。では次、22番、はい、甲は、えー、X に対して暴行脅迫を用いて自殺するように必要に要求し、要求を重て崖から海に飛び込ませて自殺するしかないとの精神状態に陥らせたホス,、ね、スト殺人事件だね。あのまあ、言ってみればあの ね、飛び込むように、必要に海に飛び込むように被害者に命じて被害者はもう海に飛び込むしかないということで海にダイブしたってやつです。で、まあ、この時には殺人罪の実行行為性認めてますよね。まあ、ここにあるように、こうは X に対して暴行・脅迫を用いて自殺するように要求に応じて海から飛び込むように自殺するしかないとの精神状態に陥らせて崖から海に飛び込ませて自殺させた。まあ、この事案において まあ、ちょっと事案としては、まあ、ホスト殺事件ではちょっと事案の概要はちょっと違うところもあるけれども少なくともそういう必要な、えーまあ、言ってみれば追い込み方をしてね必要な追い込み方をして海に飛び込むしかないという状況に追い込んで飛び込ませる行為はこれは自殺関与罪ではなくて殺人罪だというのが判例ですよねつまり被害,者に被害者をして死の危険性の高い行為を敷いたという点は、えー、これは殺人の実行行為だというのが最高裁の立場ですいいですかね。 まあ自らを死亡させる現実的危険性の高い行為に及ばせたという行為に当たるからえ殺人罪の実行行為になるということですからまあ22番は罰ということになります。これやっぱりホスト殺事件想定できたかね、ホスト殺事件で、要するに被害者のことを必要に追いかに追い込んでね、精神的に。 まあもしくはもう肉体的にもボコボコにしてるんだけど、えーまあ、実際に被害者に対して、えー、暴行脅迫を用いて肉体的精神的に追い込んだ上で、もう飛び込むしかないという心理状態において飛び込ませたっていう場合だったら、それはもう自殺関与罪ではなくて、これはもう殺人罪の実行行為であると、まあ、いうことですね。で、これちなみに論理構成は最高裁は使ってないけれども、試験対策上はよく言われているのが、被害者を利用した間接違反です。もはやこれ被害者は、あのー、要するに、 自分の死ぬ危険性の高い行為というものを認識しつつ、それに応じざるを得ない状態になっているわけですよね。うん、いね、えー、もう被害者自身が、自分自身がもうこのままだあの飛び込むしかないっていう、そういう精神状態に追い込んで危険、要するに自らの命に危険が生じるような危険な行為するしかないという状態に追い込んだ上で飛び込ませてます。で、これなんかはだから、えーまあ、言ってみれば、殺人罪の被害者を利用した間接違反。 というふうに、まあ、一般的に考えられていますので、えーまあ、これは殺人罪でしょうね。では23番、こ、え、う、ー、は日頃から暴行を加えて事故のままに、事故の,意のままに従わせて万引きをさせていた万12歳の実施 X、もうこの時点でお遍路事件だよね、もう道具でしょ、えー、12歳でぜひ弁識能力があってもね、ぜ、え、ひ、ー、弁識能力があっても、日頃から暴行を加えて、意のままに従わせたということですから、もはや道具になってます。でということは、この場合には間接違反になるというのが判例でしたね。 ですので、まあ、これは罰と。えー、一応、この間違い足で言うと、この、か、ええー、と、こうに窃盗罪の間接、ごめんなさい。こうに窃盗罪の間接違反は成立せず。これ、えくつないで、共同性が成立する。これ、はスナックママ事件のことを言っちゃってますね、最後ね。ええ、二十三番の、ええー、この。罰付けたところは、これ、スナックママ事件の話です。えー、今回のお遍路事件は間接違反を認めているものですよね。では、次に二十四番。 甲が A つに A 型に侵入して金品を摂取するよう強さして、ただ実際には B 型に入ってしまったということですから、一応客観的には B 型に対する住居侵入窃盗。いいですね。B 型に対する住居侵入窃盗。主観的には A 型に対する住居侵入窃盗。それぞれの調査ということです。ということは、これ具体的事実の錯誤ですから、法定的不合説で、これは別に本位の訴却はないね。 別に A 方か B 方かということについては、人の限度で符合していますから、えー、恋の恋には影響しません。したがって、えー、住居侵入、窃盗,盗罪の教佐犯が成立します。よって罰ということですね。いいですねえー、問題なく、えー、成立することになります。だか故意、訴却しませんから、要は客観的に B 方への住居侵入と B 方への窃盗罪を客観的にやってるんでしょいいよ、ねあのの強。ごめんなさい強さね、えー まあ客観的には B 型への住居侵入と B に対する窃盗罪の強さを客観的にやっていて主観的には A 型になってるんだけどそれは行為は阻却しないでしょ法定的不合説からすればまあ行為は阻却しないから問題なくその通りの成立ですということねでは25番 <laughs>、はい、65条の身分の定義はこれでいいんじゃないあ、でちなみにこれ言えるようにしておいてね身分とは何かっていうとこの,この定義お <laughs> そらく あれですか入門段階ではこれはあの定義として示してますよね、一定の犯罪行為に関する犯人の人的関係である特殊の地位または状態のことをえ身分と言いますが、責任能力は身分ではありませんからね、責任能力は責任能力ですから、ですからこのように責任能力のある者が刑事未成年者を調査した場合、道場が適用されるということはありません、責任能力は身分ではないと、だって能力だよね、それは。では26番、傷害罪は、ここからは論です。 人の身体の生理的機能を毀損する犯罪であるからいわゆる PTSD などは入らない PTSD は人の生理的機能を害しますからねですのでこのいわゆる死因外傷後ストレス障害いわゆる PTSD などのものについてもこれは生理的機能を害することから障害罪成立します障害罪の成立を認めた判例としていわゆる相応おばさん事件ですよねいわゆる無形的方法による障害 えー、無形的方法による障害を肯定した、えー、総おばさん事件の中で PTSD の障害というのを認めてますよね。では次に27番、はいえー、15歳の者に対して、えー、看護権であることの影響に乗じてわいせつ行為をした者、いわゆる看護者わ、ねはいせつね、暴行脅迫はいりません、介護者わいせつは。まあ、これは条文知識です、179条。うん、そもそも看護者わいせつというのは、暴行脅迫を用いないから特に処罰を求めたんですよ。 そもそも看護者である影響力に乗じて、いわゆるわいせつ行為とか強制性行為を行うんですよ。この看護者わいせつとか間接、あ、ごめんなさい。えっ、ー、と、看護者わいせつとか、看護者性交ってやつは、まあ、実際に看護者であるという影響力に乗じて、性行為、もしくは性行等の行為やわいせつ行為を行うもので、これは類型的に暴行脅迫を用いないで行われるから、特に処罰すべきということで、公正要件化されたものですので、暴、え、行、ー、脅迫を用いる必要はありません。ということですね。では28番。あと 看護者わいせつはあの一応、いいですかね、ここに書いてある通りですけれども、いいですかね、18歳未満のものに対して、ですから15歳のものには看護者わいせつになるからね、一応179条を確認しておいてください、看護者わいせつの客体は18歳未満のものということになりますから、15歳のものは看護者わいせつの対象に入ります。番 え強盗の意図を否して、こんばんはと言ったところ、えー、お入りなさいと言われて立ち入った、住居侵入が成立する、もう基本問題だね、あのこの承諾はありますけどこれは重大な瑕疵ある承諾です。いいですよね、えー、これは真意に沿わない重大な瑕疵ある承諾ですから、この承諾というものは、えー、まあ効力ありませんので、えー、これが要するに、侵入を否定することはないですよね。まあ、本来、これがね承諾だったら、公正要件否定しますよね。 いいですね、お入りなさいという承諾がもし有効な承諾であるならば侵入というのは医師に反する承諾ですから。あごめんなさい、医師に反する立ち入りね、言い間違い。あの元々 <laughs> まあ住居侵入罪の侵入って何かって言ったら管理権者の意思に反する立ち入りっていうことですからもし管理権者がお入りなさいっていうのを真意に承諾を与えているのであれば管理権者の意思に反しないことになりますのでそもそも侵入には当たらないから住居侵入の構成要件が否定されることになるんだけれども今回は強盗を非してるよね。本当は強盗なんだけれども強盗を非してこんばんはといったところを勘違いしてお入りなさいって言ってるわけだからこれはあの C に沿わない重大な瑕疵ある承諾ですから、無効ということになりますから、これは、あ,あの、住居侵入罪成立します。で、29番。はい。これは、あの、あれですね。暗証番号盗撮,目盗撮目的での侵入ですが、平穏な対応は関係ありません。だって保護法益は管理権者の意思に反する立ち入りなんだから、管理権者の合理的な推認される意思に反する立ち入りであれば、平穏であってもダメですよ。例えばこのように、あの、ATM の出張所。 まあ銀行の出張所で、ATM が設置されている出張所に、平穏な立ち入りをしたとしても、管理権者の合理的に推認される意思に反するような立ち入りであるならば、それは侵入ですからね。少なくとも最高裁は保護法益については、いわゆる新住居建設とってますから、いわゆる管理権者の意思に反する立ち入りを侵入と捉えてますから、平穏な立ち入りであったとしても、管理権者の意思に反するとされれば、侵入に当たりますから、この29番罰と。 はい、30番、これも条文知識。えー、死者であっても、えー、外部的名誉を、えー、と保護すべきことに変わりはないので、死者の名誉毀損、真偽のかかわらず、これが違いますよねあの。生きてる人はそうなんですよあの。生きてる人に対する名誉毀損は真偽にかかわらず成立します。つまり、事実が真実であろうが真実でなかろうが、えー、生きているものに対する名誉毀損というのは常に成立しますね。 あのこれは230条,1項、ね、え230条1項で公然と事実を適時して名誉を毀損すれば名誉毀損罪ですから生きている人に対する名誉毀損というのは、まあ、繰り返しになりますけれども生きている人に対する名誉毀損というのは事実が真実かどうかというのは関係ないんですただ230条2項にあるとおり死者に対する名誉毀損というのは虚偽だった時のみ成立するんですよ死者に対しては死者に対する名誉毀損は虚偽だった場合に限って成立することになります で次に31番、はい、この公然と適時については、電波可能性の理論がありますから、特定少数に対して名誉の名誉毀損する事実を適時してもあの、言ってみればスピーカーになるような拡散可能性、まあ、いわゆるこれ電波可能性と言いましたよね、特定少数に対する適時であったとしても、電波可能性がある限りにおいては、公然に当たりますので、これはもう罰ということになるでしょう。で <laughs> では32番、えー、送金銀行の手違いで 自己名義の預金口座に、まあ、ご振り込みされていると、ご振り込みされていて、キャッシュカードを用いて ATM から引き出せば、これは窃盗罪です。いいですね、ご振り込みをめぐる問題の中で、銀行の係員を欺けば、一向詐欺でしょ、あのご振り込みであったことを非して、銀行の窓口に行ってね、銀行窓口に行って、窓口の係員を欺いて、ご振り込みの金銭を引き出せば、それは一向詐欺罪になるけれども、今回は ATM から引き出してます。 ということは、ATM からこのご振り込みであることを非して引き出す行為は、これは窃盗罪ね、あの機械は錯誤に陥れませんから、機械に対する詐欺罪というのはないので、まあ、言ってみれば今回は、銀行の占有下における金銭を、まあ、言ってみれば ATM の,の、ATM にキャッシュカードを使って引き出したっていう行為が、やっぱりこれは銀行の金銭に対する占有を侵害したものとして、窃盗罪になるんだよね。 ATM 窃盗はね、えー。ということになりますが、窓口だったら、ね、詐欺罪ですけれども、ATM から引き出したということですの窃盗です。では次です。はいえー、33番、えーと。死体からネックレスを持っていったってやつです。これ、窃盗罪成立しませんあの。引っかかっちゃいけないのは、いわゆる死者の戦友ですけれども、これ、もし仮に <laughs>、持ち去った人が殺人犯人だったら窃盗罪です。いいですね。実際、殺人行為をして、 その殺人行為を行った者の自らが直後に自己的奪取意思を生じて金品を持ち去ったという場合には、まあ、よくある話ですよね、実際最初は金銭を取ろうとかそういうこと考えてなくて普通に殺害行為を行ったで殺害行為を行った者が殺害後に自己的奪取意思が生じて金品を持ち去った場合,持ち去った場合には判例は何て言ってるかというと全体として検討するんだよね。その その犯人の行為というものをま全体として考察してひ、被害者との関係では直後のみ戦友は残るんですよね。まあ、一応これ論文で使う話ですよね、えー、実際、犯人の行為を全体として観察して、犯人と被害者との関係でのみですね。犯人と被害者との関係でのみ、死亡直後において戦友が残るというのがまあ判例の考え方です。 ということは、今回の問題で言えば、そもそも犯人じゃないよね、これね。えーまあ、今回の問題で言うと、まあ、ここですよね、うん殺。殺害の犯人じゃないです。えーとまあ、民家で火災が発生して、消火活動に参加したものにすぎませんから、えー、まあ自ら殺害したいっていう人じゃないです。まあ、繰り返しになりますけど、殺害をして、殺害した後に、事後的脱出意思を生じて持ち去れば、全体を、ね、全体として観察して、 えー、その殺害した犯人との関係でのみ、直後も戦友の頃から窃盗罪になりえるけど、今回、その射程は及ばないね。では次に34番、えー、こちらは、ね、入門で、まあ、有名判例として拾ってますね、えー、パチスロのごと行為ですね、えー、パチロのごと行為、まあ、いわゆる吉宗事件ってやつで、えーまあ、パチスロの誤作動でメダルを摂取することを共謀したと。で実際に、えー 通常の遊戯方法でメダルを取得するのと、ごと行為で得たメダルというのが混在している場合には、ごと行為の部分のみが窃盗罪になるというのが判例でしたよね。ですから、ここによるように、いわゆるパチスロー機のごと行為によって、ごと行為を誤作動させてメダルを摂取するということをやってたんだけれども、ずっとごと行為をやってればバレるんで、ごと行為によって不正に得たメダルと、通常の遊戯に得てメダルというものが混在している状態になっていると。 でこの時に窃盗の客体になるのは通常の遊戯方法の部分は窃盗の客体じゃないんですよ。え通常の遊戯方法によって取得したメダルっていうのはこれは窃盗の客体ではなくてごと行為によって得られたもののみが窃盗の客体になるってことですからこれ丸です。えつまり、まあ、ここだねえ通常の遊戯方法によってメダルを取得した場合そのメダルの窃盗罪成立しないってこと 通常の遊戯方法でメダルを取得した場合には、そのメダルの窃盗罪は成立しないです。まあ、ここに書いてあるけど、ごと行為の部分のみです。では次です。35番いきましょう。<laughs> まあこれは有名どころです。事後強盗罪じゃなくのあれでしょ、窃盗の機械、切れてますかという問題です。はい、まず、こ、え、う、ー、は誰にも発見されずに1キロ離れた公園に、まあ、移動したわけでしょ。はい、これ、も窃盗の機械、切れてるね、えー。追跡機械の継続性なくなってます。<laughs> 落ちた区に侵入して財布を盗んだ後に誰にも発見されずに1キロメートル離れた公園に移動して財布内の現金を確認した。ということはこの時点で例えば、ね、時間的場所的な近接性があったとしても誰にも発見されることなく逃げようしてますから、まあ、判例の立場からすればこれはあのあの窃盗の機会はもうなくなくってます <laughs> まあ窃盗の機会というのはもちろん時間的場所的な近接性みたいなのも考えるけれども追跡機会の継続性ってかなり大きな要素です。 ですから今回は誰にも発見されることなく 1km 離れた公園で裁縫を確認していますからこの時点で追跡機械は完全に切れていると言えますのでえまあいわゆる窃盗の機械ではありませんのでもう窃盗の機械性が失われれば事後強盗の余地はないということになりますのでえこの問題、この場合、法に成立する犯罪は暴行罪通常の暴行罪ですえ通常の暴行罪で事後強盗にはならない。い番ははこれはもう判例知識 えー、強盗予備罪の,この強盗については事後強盗も入りますよね。これはもうあの反連の立場で次に37番、えー、公は、えー、通行中のオツから現金をカ取することを企て犯行抑圧に至らない程度の脅迫を加えた、つまり恐喝で普通のね、恐、え、喝、ー、行為を行ったところ、オツは公の脅迫によって,威風して、い,いかの、ここまで。えー 甲がオツの上着の胸ポケットに手を入れて財布を抜き取ることを黙認した。このとき、恐喝未遂罪が成立する。これ、恐喝の起遂です。言ってみれば、あの、いふしてますよね。恐喝行為によって、イフをして、ポケットの中に手を突っ込まれることを黙認してるわけだから、これは要するに不作為によって交付してるんですよ。何も言わずにさ、言ってみれば、恐喝した人がポケットの中、手を突っ込んで、抜き去っているっていうのを黙認してるってことは、これは、 あの積極的に交付行為を行わなくてもこの黙認というのが不作為による交付と見れますからこれはもう恐喝行為の規制を認めていいでしょうでは次に38番国や地方公共団体に対する詐欺罪最高裁認めてますねもう典型的なものは生活保護の不正受給ですいいですよね えー、まあ、国や地方公共団体に対しての、えー、詐欺罪というのは、これはまあ個人貿益とは言えなくても詐欺罪認めてますから。まあ、生活保護の不正受給とか、あと健康保険証の返信とかね。まあ、そういったもので詐欺罪成立認めてます。はい、じゃ、あ次です。39番これはもう論文の基本ですえー、横領罪の占有は法律上の占有を含みます。ですから、登記名義とか預金のこあの預金の名義人であるとかね。まあ、そういったものについては、基本的には、えー、法律上の占有認められますよね。 まあ、横領罪については基本的には、この占有という定義かな。あの、委託信任関係に基づくものであって、事実上、法律上問わないっていうのが定義でしょ。ね、あのいわゆる横領罪における占有っていうのは、委託信任関係に基づくものであって、事実上、法律上問いませんから、法律上の占有も含みます。で、もう一度確認しておくと、この法律上の占有というのは、いわゆる不動産に対して登記名義を持っているとか、まあ、現金に対しては預金口座の、例えば、えー、証書等。 印鑑を持ってるとかね多分現金に対してその現金の預けられている預金の、えーまあ、証書と印鑑を持ってるとか、えー、不動産であったら登記名義人であるといったような、まあ、いわゆる法律上の支配力を持っているつまり法律上の専有と呼ばれるものであっても、えー、横領罪においては専有になるよねでは次に40番、えー、これもですね、えー、判例そのものの事案です、えー、取締役、えー、経理部長公が 会社の株主の買い占めに対抗するため、えー、工作資金として自ら業務上保管していた会社の現金を第三者に交付した。まあ、これが業務上料領になるかって問題です。で、ポイントになるのは、不法領得の意思の問題です。あの、横領罪においては、あれですよね、もっぱら本人の意思にするための場合のみ不法領得の意思は否定されます。これは大丈夫ですかね。あの、背任罪はどっちがメインかなんですよね。背任は、 本人のために意思なのか、取り加害がどっちが大きいかっていう主従で判断するんですよ。背任罪の場合は。背任罪の取り加害目的については、どっちの方が主従なのかってことを見るんだけれども、横領罪は違ったでしょ横領罪は、もっぱら本人のためにする意思という場合のみ、不法領得の意思は否定されますから、少しでもグレーなものは全部横領罪になっちゃうんです。これはしっかり確認しておきましょう。あの、背任罪における、えっ、ー、と、取り加害目的の場合は、 どっちが主従かで見るんだけれども、えー、不法留得の意思横領罪における不法留得の意思はもっぱら本人のためっていう真っ白な状態じゃない限りは不法留得の意思は否定されないんですですから今回もあるように、えー、これまれで,です「公が自分の弱みを隠す意図を有していたなどもっぱら会社のためにしたとは認められない場合は業務上了になっちゃいます」ね、CF で背任確認しておいて背任はどっちかの主従で目的の主従で判断します 背任罪の場合には、まあ、目的の主従で判断することになるので、まあ、確認しておいてくださいということになります。で41番、あと担当10問になりますのでさっといきましょうえ窃盗犯人から盗品、えー、の売却を依頼された者がいてでその売却代金を事故の用途に飛翔するため着服しました。 はいといとうことでこれは横領罪に成立するかという問題ですけれども、えー、当該行為は、えー、ですかね、えー、当該行為は他人の、えー、所有権を侵害するあ、ごめんなさい、41番、これ丸って書いてあるけど、これ、明らかに罰です、ごめんなさい、41番、明らかに罰です、ごめんなさい、これ、私の方に書き間違いで、あのこれ、窃盗罪成立しますよね、横領罪、失礼しました、横領罪成立するからね。 ごめんなさいこれはあの成立しないで、成立するだからバツだね、ごめんなさい、成立するのでバツです。えー、と一応確認ですけれども、これ、窃盗犯人との間の委託信任関係に基づいて、所有者たる被害者の,、えー、あの物品を横領してますよね。これ、横領罪になるからね。まあ、有名どころですよね、これはね。<laughs> えーまあ、実際、今回は盗品の売却代金を着服しちゃったっていう事案です。 ということは、まず、委託信任関係は、今回、この、行為者と窃盗犯人との間で委託信任関係があって、そして、実際に事故の占有する他人の物を横領するということも認められていますから、これは横領罪は成立しますので、ここはしっかり確認しておきましょう。では、42番、甲は、同居の親族から盗んできたカメラを、盗品であると知りながら、オツから購入した。状況はこういう状態ですね。 えー、オツの同居の親族からカメラを盗んできました、でそして盗品であると知りながら、こう、ねえー、は買いましたという、えー、話ですよね <laughs> あの。少なくとも親族相当例は、例えばこの、オツと親族との間で親族相当例ありますよ。だけど、こうは全く関係ないでしょ、これ。いいね、あの少なくともこの まあこの場合だったら、前半はこれ、合ってんのよ。えっ、ー、と、こは、オツがその同居の親族から盗んできたカメラを盗品であると知りながら、オツから買いました。えー、そして、えー、その状況ですよね。まず、このこから買ったと。で、おは、窃盗罪について、えー、刑が免除される。これは合ってますで。免除されるからといって、それはこうに影響しません。なぜならば、一心的処罰・訴却自由でしょ。一心的処罰・訴却自由だから、他者に影響しません。このオツの要するに、この刑の免除。 これについては、他者に影響しないんですよ。一心的処罰・訴却自由、もしくは一心的刑罰・訴却自由とも言いますが、少なくともこの刑の免除の法的性質は、一心的処罰・訴却自由に当たりますので、公に成立しないということはなくて、公は普通通り窃盗罪になります。まあ、下に257条1項の適用はないよということは書いてますけれどもね。 ということです。という話になってきますあ。ちょっと待ってください。あごめん、これ257って書いたけど、これ257の問題というよりは、優勝譲り受け、まあそうだね、まあ影響しないし、そもそもこうが、例えば、オツから買い取っても、こうオツ感じゃないから、257もないよね。ということです。つまり、244、1も、 257、1>, 25 1ともにないです。ということですね。まあ考えてみたら、どちらもありえないよね、これはね。えー、と問題文としては、まあ、言ってみれば、オツからコウが買い受けて、一、まあ、つはオツが244条で刑が免除されてるとしてもね。 えオツが244条で刑が免除されているとしても、その効力は公に及ばないし、今回の優勝譲り受については、公とオツとに親族関係がないわけだから、えー、いわゆる親族間特例も認められないということになりますから、えーまあ、普通に公には窃盗罪の優勝譲り受になるでしょうということです。では43番いきましょう。はいえー、ここからは社会保益に関して、公、えー、は日頃、恨みを持っていた部位の所有する自動車を止めてある駐車場に出向き、ガソリンをかけて火をつけ、同車を延焼したところ、はい その後、駐車されていた、えー、自動車10台に炎症する危険が生じた、はい、これ、モンスターペアラント事件では、これで公共の危険の発生ありですよね、えー。不特定多数人の生命、身体、財産に対する危険が発生すれば、えー、モンスターペアラント事件の判例の趣旨からすれば、公共の危険が発生していますので、えー、今回、えー、建造物等以外放火罪は成立することになります。えー、110条のの公共の危険は、えーまあ、これかな まあ不特定多数人の生命、身体、財産に対する侵害は肯定されますよね。では44番。えー、公は妻所有の一戸建ての木造家屋に、えー、妻と二人で暮らしていたところ、ある日、同家屋内において口論の末に激高して妻を殺害した。これで妻死亡しましたね。えー、ということは、もうこれ犯人しかいなくなりました。犯人しかいなくなりましたので、えー、厳重建造物でなくなってます。これは。犯人は人ではないですから、えー、今回は妻と うが二人で暮らしていて、妻を殺した後に火をつけてますから、妻が死んだ時点で妻の厳重性なくなります。で、妻の厳重性はなくなって、犯人は人には含まれませんから、まあ、妻が死んだ時点で犯人の一人暮らしの家になるんです。ということは、これは非厳重と扱われるよね。えー、犯人、犯人は人に入りませんから、非厳重と扱われますから、えー、これは間違いなく罰ということです。じゃあ次に45番。<laughs> うが一部の部屋のみが住居に使用されている木造の集合住宅の空き部屋に放火した、現、はい、住建造物放火罪、もちろん成立します、だって全体として1個の建造物でしょ、これ、建造物の一体性は当然あるじゃない、えー、全体としてこのも木造の集合住宅っていうのかな、えー、この木造の集合住宅というのは全体として1個の現、えー、住建造物ですから、現、えー、住建造物の一部に放火すれば、そこが非現住部分だったとしても、現住建造物放火になりますよね。 これはあの建造物の一体性と同じように考える話です。えー、建造物として全体として1個の現住建造物と評価されるんだったら、非現住部分に火つけても現状建造物一部だからね。なんで、これはまぁ、丸です。で、46番。うん、まあこれはあの替え玉受験の話ね。河、えー、和渦から大学の、えー、入学試験を代わりに受けてほしいと頼まれて、これを引き受け、渦、えー、になりすまして入学試験を受けて、えー、答案を出しました。はい、有印私文書偽造罪になります。 これいいですね。まあ、誘引ですよね。署名書いてますから。まあ、受験だから普通署名してますから、誘引でしょ。で、私文書も入試答案ですから、事実証明に関する文書ですで。事実証明に関する文書に私文書。で、偽造は名義人と作成者の人格の同一を偽ることだから、今回はこういうふうに、オツが、いいね。オツが公に対して依頼をして、甲がオツ名義で答案を出したってことだから、名義人はオツだよね。名義人はオツだよね。 でじゃあ実際、作成者は誰かってことだけれども、これ、オツの承諾は無効だからねあの、オツの承諾は無効ですから、えー、承諾を与えたのは、えー、オツの,あの話は出てくるんだけど、まあ、ここにある通り、えー、入試答案という文書の客観的性質から承諾は無効なので、作成者はやっぱりこうになっちゃうんですよ。したがって、名義人はオツ、えー、作成者がこうであるから、これは偽造として、えー、有印紙文書偽造罪を肯定すればいい。 はい、で次に47番、えー、これはまあコピーの文書性の問題ね、えー、コピーの文書性の問題で、えー、このように、えー、副写機を利用してこれをコピーし、一般人をして誤信させる程度の外観を備えれば、これをもって偽造になります。ですね、コピーの、えー、文書性の問題で、47番もあるで、次に48番、えー、これも有名判例です、あのー、偽造の運転免許証を携帯して運転しただけだったら、講師にならないからね。 講師は不特定多数人が認識しうる状態に置くことです。いいですよね。えー、つまり、えー、いわゆる講師罪の講師というのはあの、いわゆる偽造等にかかる文書を、まあ、不特定または多数人が認識しうる状態に置くわけですからあの、警察に言われたら見せる目的で運転してるだけでしょ、これは。いいですよね。<laughs> えー、警察から提示を求められた場合に備えて、えーまあ、免許証を あのただ単に持って運転してるだけですから、行使罪にはなりません。で、次に、はい、え、こうは、強盗罪を犯した後友人オに事情を果たして、そそのかし、事故を隠避させた。はい、事故隠避の強さは過罰的だよね。これは判例はなんて言ってるかって被告人の防御範囲の逸脱です。もしくは、期待可能性がないわけではないとも説明されますけれども、少なくとも事故隠避自体は不可抜なんですよ。あの、事故隠避自体はね。<laughs> まあ犯人自体が逃げ隠れるということだから、まあ、自己隠蔽というのは被告人の防御の範囲内ということですよね。えー、自己隠蔽というのは被告人の防御の範囲内だから、まあ、少なくともえ自己隠蔽というのは不可抜とされているけれども、自己隠蔽の強さになると判例は過罰性認めているよね。えー、自己隠蔽の強さに関しては、被告人の防御範囲の逸脱を理由として過罰性認めていますから、まあ、強唆は成立ということですね。で、50番、はい、ラストです。の、えー、の職務というものは はいえー、一般的職務権限に属していれば足りますよね、えー。具体的な担当事務であることを要しない。これはちなみに東京都の警察署の判例を覚えてます ?A 警察署の、えー、例えばなんか交通課の職員が B 警察署の刑事課の事件に対して賄賂を受け取ることできるんですよね。まあ、これはあの言ってみれば東京都の全域に警察官の一般的職務権限が多いから警視庁のののね警、えー、警視庁の警察官っていうのは東京都のね。 その警察の管轄内に一般的職務権限が及ぶから、東京都内の A 警察署の、例えばね、地域安全課みたいなね、えー、その東京都の中の A 警察署の地域安全課の警察官が、えー、同じ東京都内の B 警察署の刑事課の事件に関連して賄賂を受け取るってことは、これは職務に入ります。いいですね、一般的職務権限に入りますから。なので、えー、その判例が意識できてればいいでしょうということになります。担、ま、当、あ、ちょっと丸々つけてみてもらって、とりあえずはまあ、 2、3問のミスで止めたいね。2、3問のミスで止めたいですね、これはね。で、入門を受けた後とっていうことであれば、まあ、大体8割からそれぐらいの得点率がやっぱ、刑法が求められると思いますので、ちょっとまあ罰の数というか、間違えた数がちょっと10問を超えてくると、ちょっとまあ、要復習の問題が多くなってくると思いますので、あのしっかり確認しておいていただければと思います。あの全部これはね、あの おそらく論文にも関わる問題ばっかりになってますので、あのまあ、確認はしておきましょう。では最後にですけれども、記述型の問題についても、一応簡単に確認していきます。まあ、全部あの回答の中でやっていきますが、あの大体、書いてあるものとして大丈夫かなみたいなところは、肝だけやっておく感じになりますが、まず、質問の1つ目ですが、まあ、これは大丈夫かな、あの不審査不作為違反の定義は、作為で規定されているものを不作為で違反すること。 でそしてその要件については、まあ、言ってみればあの、作為義務、作為の可能性、容易性、公、ま、正、あ、要件的同価値性なんかを、まあ、えあの要件とする見解、まあ、もしくは皆さんのインプットによっては、公正要件的同価値性というものは作為義務の中に取り込んでしまうと、作、え、為、ー、義務の中に取り込んで、要件としては公正要件的同価値性を有するような作為義務と、作為の可能性、容易性という2つに分けるという見解もありますので、これはまあ自説ですね。 あのまあ、自分があの答案書くときに、自説をちゃんとかけてればいいです。まあ、いわゆる3要件として、作為義務、作為の可能性、容易性、作為との同化値という3要件にするのか、あの構成要件的同化値性というものを作為義務の判断の中に取り込んだ上で、えで、ー、作為義務と作為の可能性、容易性の2要件にするというね、だ、ま、い、あ、あのインプットによっておそらくはあの見解変わるところですから、まあ、あの自らの見解がかけてれば OK です。では次に <laughs> はい、えー、刑事未成年を利用した犯罪についてですね、えー、間接制犯が成立するのは、はいえー、ぜひ弁別能力を書く場合の他に、これですよね、お、え、遍、ー、路事件の場合です、えー。ぜひ弁別能力はあるんだけれども、意思が抑圧されているような場合には、えー、間接制犯になり得ます。で次に3番、えー。3番重要問題です。住居侵入罪の承諾は構成要件に当たらないんだよね。 住居侵入罪における侵入は公正要件に当たらない。傷害罪の承諾は違法性息客自由になり得る。<coughs> いいですね。傷、えー、害罪における承諾というのは違法性息客自由になり得る。公務執行妨害の条約承諾は国家法益だから何の効果もなし。という3つですね、えー。これも担当っぽいかなあの。住居侵入罪においては、そもそも侵入というのえ、ね、医師に反する立ち入りですから、管理権者のね。 えー、管理検者の意思に反する立ち入りですから、えー、承諾を与えれば、えー、そもそも侵入じゃないということになるから構成要件が否定されるで同意障害は違法性息客の問題公務執行妨害は国家法益だから意味なしということですねで4番正当防衛に対する正当防衛はありえないということですから不正の侵害ではないんですよね 正当防衛というものがそもそも違法性が阻却されるわけだから、正当防衛に対する正当防衛というのはまずありえないということですね、そもそも正当防衛が成立した場合には、その行為は不正行為にならないんですから、ですから、旧泊不正の侵害に当たる余地はないので、それに対する政党防衛はないあ、あえてあるなら、せいぜい緊急避難の問題、まあ、緊急避難の問題にはなりえるけれども、正当防衛に対して正当防衛はなりえない。で、次に5番、はい、防衛の意思の必要説、不要説で問題になるのは、いわゆる偶然防衛だよね。 偶然防衛の場合には、防衛の意思が必要説に立てば、偶然防衛の場合、防衛の意思を書くから、正当防衛にならない。けれども、防衛の意思不要説に立てば、偶然防衛の場合でも、防衛の意思がなくても、正当防衛になるということですね。これは論理的な問題として、防衛の意思が必要説、不要説で結論変わるのは、防衛の意思がなかった場合、言い換えれば、偶然防衛の場合ですよね。 客観的には正当防衛になってるんだけれども、実際に防衛者が防衛の書を書いていたというような偶然防衛の場合、防衛の意思必要説の立場からすれば正当防衛は成立しないけど、防衛の意思不要説の立場から正当防衛にはなり得るということだね。次に6番ですが、これはもう外しちゃだめね。本当に、正当防衛のやむを得ずにしたと緊急避難のやむを得ずにしたの定義の違い。正当防衛は、 防衛行為の必要性と手段の相当性。緊急避難はそれに加えて補充性がいるよね。それを加えて補充性がいるよね。ということが書けてればいいでしょう。で次に7番。えー、と両的過剰防衛の処理方法、まあ。要するに全体を1個の行為と捉えれば1個の過剰防衛。で断絶があるならば、第1行為に正当防衛、第2行為に故意犯。というね。これちなみに例外の場合は、これ屋外喫煙所事件の処理ね。<laughs> えと例外に関しては、屋外喫煙所事件の処理ですよね。えー、まずは原則論としては、えー、このいわゆる <coughs> 量的過剰防衛の場合には、えー、全体を一連一体の行為と捉えて、全体として一個の過剰防衛として判断していくと、まあ、いうことになりますけれども、まあ、例外のように、まあ、いわゆる屋外喫煙所事件のような場合ね、屋外喫煙所事件のような場合であれば、まあ、断絶が見て取れるとで、断絶が見て取れるような場合には、それは前半、後半というかね、断絶の前と後で分けるんですよ。 で断絶の前の行為は正当防衛、断絶の後の行為は単純な行為犯として処理するということになるね。では次に8番、嗅、え、覚、ー、不正の侵害がないにもかかわらず誤診した人がいます。ということはこれ、あれだよね、いわゆる誤審防衛っぽい問題です。ですが、誤診した侵害と比較して、過剰な反撃行為を過剰性を認識ずつ行った場合の処理、忘れている人はこれ、 あの、いわゆる誤送過剰防衛の話で、あの、勘違い起死事件の事案ですよね。勘違い起死事件の事案ですよね。え、旧、ね、白不正の侵害がないにもかかわらずあると誤信して、え、それと比べて過剰な反撃行為を行い、しかもその時、行為者に過剰性の認識があった場合ということですから、処理としてはこれでいいんじゃない構成要件該当します。で、そして旧白不正の侵害は存在しないから違法性訴却はないよね。じゃあ、故意の訴却はあるか でも主観的にも過剰手段の認識はあるわけだから、行為の訴却もないよねって、つまり通常の行為犯成立します,いいですか、ね。いわゆる勘違い騎士道事件の事案であれば、まあ、構成要件該当性は肯定されるし、え実際に客観的に嗅覚性の侵害はないわけだから、違法性も訴却されない。そして 護送防衛としての故意の阻却も考えられるけれども、護送防衛としての故意の阻却についてはえ、主観的に正当防衛状況が完結しなきゃいけないわけですがえ、過剰性の認識があるので、やむを得ずにしたの認識がないんですよ。主観的に。主観的にやむを得ずにしたというね、えー、過剰性を認識している以上は、主観的にやむを得ずにしたの認識がないから、恋の阻却もない。なで、故の阻却がないから、問題なく故意犯が成立します。 ただ、故意犯が成立するんだけれども、36条2項が従業されますなぜかって36条2項の法的性質であるとこの責任減少説の趣旨、つまり、旧白不正の侵害に直面した場合の心理的な混乱とか狼狽によって過剰,してし過剰の防衛をしてしまうことはどうしてもやむを得ないと。えつまり、その被難可能性が減少するという責任減少説っていうのは、やっぱりこのような事案でも当てはまるでしょということですね。えーまあ、一応 <laughs> 護送、えー、防衛による故意の訴却がまずなくて故意犯が成立するんだけれども、まあ、36条2項の準用による刑の任意的減免に関してはやっぱり責任減少説書けるようにすればいいね、えー、少なくとも36条2項というのは責任減少説を根拠とするものだから、まあ、言ってみればこの護送過剰防衛の場合でも36条2項と同じような、まあ、言ってみれば心理的混乱によってやりすぎてしまうという状況は変わらないので やっぱりその責任現象の根拠があることから36条2項が順用されて、K の任意的減免だね。36条2項の順用による K の任意的減免の余地があるよとまあいうことが説明できていれば OK ということになります。ちなみに9番はクロロホルムのえ話ですから、もうこれはあの書いてある通りです。忘れてる人はクロロホルムの規範、密接な行為であって、 え第一行為を開始した時点で、すでに殺人に至る客観的な危険性が明らかに認められる事情があるかどうかです。えー、具体的な考慮数は、この回答例にあるからです <laughs> え具体的な考慮数は、一からル三で、まあ、基本的にはこの第一行為の開始時点で殺人罪の実行の着手があったと認められるための肯定的な事情として、やっぱりこの密接な行為であるということは必ず触れられていなきゃまずいですね。 1> 第1行為が第2行為に密接な行為であって、第1行為の開始時点で殺人に至る客観的な危険性が明らかに認められる場合です。で、この密接な行為かどうかについて、その考慮要素が、まるからまるでしょ。まる一からまるが考慮要素になると。はいで、10番、はいえー、とちなみに、えー、未遂犯と不納犯の判断基準ですけれども、これ、いいですかね、客観的因果関係の判断基準の整合性も踏まえてってことですから、これ、おそらく。 因果関係の判断は危険の現実仮説て皆さん取りますよね。えー、危険の現実仮説を皆さん取るでしょう。うということは、客観的因果的、客観的因果関係の判断基準について危険の現実仮説を取る。以上、行為当時に存在した全ての客観的事情を基礎とするわけだから、スノーハンの識別基準は客観的建設で書いてください。ってことです、えー、客観的建設を書いていただければいいってことになりますから。あ、ごめん、えっ、ー、と10番ね。 10番はこの客観的建設をやっぱり書く必要があるということで,すでは11番、これはさっき担当で出ましたね、進化質論を前提としたときの予見可能性は、これですね、構成要件、まあ、これ結果ですよね、構成要件と結果に至る因果関係、構成要件と結果に至る因果関係、まあ、あの一応、この回答例というは結果および因果関係といってますが、まあ、同じことですね、構成要件的な結果。 それから因果経過の基本的部分の予見可能性が必要。まあ、キーワードはやっぱりこの基本的部分の予見可能性ですね。この構成要件的結果と因果経過の基本的部分の予見可能性が必要。では12番、はい、危険引き受けについて、これはあの12番ですけど、いわゆるダートトラエル事件ね、ダートトラエル事件の判例を意識できていれば OK ということになります。で、なみて番判例のごめんなさい。 担当的には構成要件及び因果経過って言ってるけど、判例の言い方が結果と因果経過って言った方がいいね。あの、一応、あの、さっき担当のところで、北大電気ミス事件のところで、私、あの、構成要件及び因果関係って言ってましたけれども、あの、要するに構成要件的結果って趣旨って言ってるんですよ。構成要件的結果と因果経過って趣旨って言ってるんですが、まあ、しっかり書くのであれば、 あのさっき私が担当の解説のところで、北大電気メスのところで、構成要件および因果経過って言いましたけれども、あの構成要件的結果っていう意味ですから、まあ、一応この11番に書かれているように、答案上は結果と因果経過って書いてあった方がよりまあ誤解が少ないかな。なので皆さんがもししっかり覚えるんだったら11の方がいいです。まあ、おそらくチェックシートなんかではこっちで書いてますし、あのまあ、インプットなんかではこっちで覚えてる方が多いと思います。えー、まあ要は結果と因果経過の基本的部分の要件。 はい、12番については、まず違法性訴却自由であることを前提に、えー、ダートトライアル事件の,、えー、あのこれが言えてればいいということですから、まあ、これはちゃんと処理しましょう。で、13番、<laughs> 13番も処理ができればいい、えー、A が B に対して V の殺害を強傘して、B が殺意を持って V を殺害した。ということは、B は殺人罪。A については いい A については客観的には殺人の教唆で主観的には障害致死の教唆だから構成要件のののの重なり合いの限度の障害強さこれはまあ担当でもさっき触れましたよね。の B の在籍はシンプルなんだけど A の在籍については客観的には殺人の教唆なんだけど主観的には障害致死の強さになっているのでえ構成要件の実的重なり合いを見て、えー、障害致死の強さにしましょうという処理ができればいいでしょう。 で次に14番、えー、これデニーズ喧嘩事件、まあ、ファミレス事件の半紙を言えればいいです、えー。A と B が正当防衛を共同したけれども、えー、防衛行為終了後に B のみが追撃をして加害行為を行った、でその際、A が B の追撃行為を傍観していた場合の在籍、えーと、キーワードはこのマーカー引いたところね、新たに共謀が成立したかどうかを見るんだよね、つまり共犯からの離脱の問題と捉えないというのが対抗裁の立場。 まあいわゆるあのファミレス事件とかデニーズファミレス事件とかデニーズ喧嘩事件と呼ばれるやつです。で、その、まあ、言ってみれば、ファミレス事件、デニーズ喧嘩事件においては、あの共犯からの離脱の問題と捉えてないんですよ。共犯からの離脱の問題と捉えてるのではなくて、新たな共謀があったかどうか、で新たな共謀があったと認められて初めて、その、言ってみれば、共謀後の在籍というのが問題になるよと。だから、まあ、新たな共謀がないということであれば、その、 追撃行為については傍観者は在籍をわないんだよねいいかな <laughs>、えー、いわゆる、えー、ファミレス事件デニーズ喧嘩事件においてはいわゆる追撃行為の際に新たな凶暴があったかどうかで えー、傍観者の在籍というのは検討されるとしていて、でそうすると新たな凶暴がなかった場合、まあ、ただ単に傍観しているだけということであれば、えー、追撃行為について、えー、在籍を置くことはないということになります。ですから、こういうことね、えー、新たに凶暴が成立かどうかを検討すべきと、で凶暴の成立が認められるときに初めて、えー、その全体を一連として観察するようなことになるということです。はいえー、15番、えー、知識問題ですから、サクってやっちゃいましょう。あで一応、これ、結論がこの矢印に書いた通りあの今回は 凶暴新たな共謀、えー、がないですから、A が行った、まず一緒に行った防衛行為は違法性が阻却され、AB 間に新たな共謀がないので、その後の追撃行為は A は何らの在籍もおいませんので、まあ、結果的には A の在籍は何もないということになります。では15番、えー、とこれはいいね217条の域は、えー、競技の域のみ、つまり1のみを指します。えー、条の域は位置のはみ 218庁の域は1と置き去りを指しますね16番看護賢者が略種誘拐の罪の主体になるかなり得るんですよねもちろん看護賢者だってこの看護権者が連れ去れば主体になるけれども家庭内の事情として社会的相当性がある場合違法性が阻却される可能性がありますねそこが説明できていればいいです看護権者も略種誘拐の罪の主体にはなるけれども社会通念上まあ、言ってみれば 家族間の行為として社会的相当性があるような場合だったら違法性阻却される場合があり得ると。では17番内容を真実だと信じて他者の名誉を毀損したものの真実性が証明が成功しなかった場合つまり有敢和歌山事件を書いてほしいでこれはこの黄色マーカーで書いて引いたところですけどもこれはもう有敢和歌山は一語一句言えないとまずいレベルね。 あの行為者が事実を信じていると誤信し誤信したことについて確実な資料を根拠に照らし相当な理由があるときは犯罪の行為がなく名誉毀損が成立しない、まあ、いわゆる違法性阻却事由の錯誤よ230条の2っていうのは違法性阻却事由でしょ、ね、230条の2の問題は、うん、で230条の2ってのは違法性阻却事由だから違法性阻却事由の錯誤は事実の錯誤として故意を阻却するわけよ 230条の2の違法性訴却自由については、まあ、誤送防衛と同じですよ、誤送防衛と同じで、違法性訴却自由に関する錯誤というのは、故意を訴却しますから、まあ、実際にこの真実性の誤信があった場合も、故意が訴却されるんだけれども、まあ、有敢和歌山事件の中では、このような要件をくっつけてるんだよね。え要するに、真実であると誤信して、誤信したことについて確実な資料を根拠に照らし、相当な理由があるという。 まあこういうことは判例は触れた上で、そのような場合には行為が阻却されるというふうにしています。では18番、これはもう書いてある通り、窃盗罪の不法領得と横領罪の不法領得の意思をちゃんと定義言えてればいいです。これはもう忘れちゃまずい。で、19番も同じね、詐欺罪の欺く行為の定義はもうちゃんと言えるようにしてください。判断の基礎となる重17行為、偽ある行為ね。で、20まあこれ、正確な定義はこれね。 正確な定義はこれね19番に映っているような、えー、財産的処分行為に向けられた財産的処分行為の判断の基礎となる重要な事項について、錯誤に陥らせるに足りる行為に当たりますと、まあ、いうことですねで。あとは考慮要素については、まあ、ここにあるように、えーまあ、言ってみれば重要な事項に当たるかどうかは法令とか約款とか規約とか観光とか社会通念照らして総合判断しますとで次に20番、債権者が債務者を脅して取り立てる行為は、恐喝罪の構成要件に当たるんだよね。 公正要件に当たるけど、権利行使として違法性が阻却される可能性があります。債、え、権、ー、者として、権利行使としてで。ただ、一般的には社会的相当性を逸脱したらダメですよね。えー、社会的相当性を逸脱する取り立てならば違法性は阻却されませんが、まあ、基本的にはまず公正要件は該当します。公、え、正、ー、要件は該当して、あとはその債権者の取り立て行為が正当な権利行使として違法性を阻却するかどうかだから、社会的相当性の逸脱を判断するということが書ければいい。で21番。 詐欺と背任の財産損害。これはもう,もう本当に重要ね。詐欺罪は個別財産に対する罪、えー。背任罪は全体財産に対する罪だから、詐欺罪は個別財産の喪失自体が損害。で背任は全部これで言えるよね。経済的見地から見た全体財産の減少だよね。えー、経済的見地から見た全体財産の減少が、えー、背任罪の損害です。で次に22番。 えと文書の名義人、大丈夫よね、あの名義人の定義は、文書の記載内容から理解される意識内容の主体、文書の客観的性質に照らして、一般人基準に判断されます、えー、これもしっかり言えるように、もうこれは答案そのものに使うでしょ、名義人は文書の記載内容から理解される意思内容の主体、今回、これに揃えると意識内容ね。 え文書の記載内容から理解される意識内容の主体で、えー、文書の客観的性質から一般人を基準に判断されます。でじゃあこれはじゃあ、えー、構成要件該当性の中での役割偽造の判断の中で使われますよね。なぜなら偽造というのは名義人と作成者の人格の同一で偽ることだからよ、ね、偽造というのは名義人と作成者の人格の同一を偽ることだから名義人というのは偽造の構成要件,性構成要件の該当性を判断するときに、えー、意味を持ちますよね。 いいですかね、つまり名義人の定義っていうのがまあこういうふうに定義されていてで偽造の定義が名義人と作成者の人格の同一を偽ることなんだから、えー、偽造に当たるかどうかっていう判断の中でこの名義人が誰なのかっていうのが意味を持ってくるっていうことが問題の次,第で次に承諾があった場合あのこれ細かいこと書いてるけどあの言えてほしいことは承諾があった場合には承諾を与えた人が作成者になるよね。 いいですね、あの原則としては承諾を与えてそれが有効な承諾があった場合ねえと有効な承諾があった場合には承諾を与えたものが作成者になるから一般的に偽造にならないんですよ。ただ例外は文書の客観的性質から承諾を与えることができないものは承諾無効でしょ先ほど触れたもので言えばえ入試答案えまあ大学入試とかの試験答案のようにえ辞書のみが予定されているもの 本人の辞書のみが予定されているものっていうのは、えー、言ってみれば承諾というもの、本人の承諾というものは基本的には文書の客観的性質からできないので、承諾は無効なので、えー、作成者は実際に書いた人になりますよね。そうすると偽造になるんです。ということが書ければいいでしょう。まあ、例外が重要ですよね。えー、文書の性質上、名義人による辞書だけが予定されている文書の場合は、えー、承諾があったとしても、これは偽造に当たるということになりますよね。<laughs> もともと有効な承諾があった場合には、承諾を与えた人が作成者になるから。なぜなら、作成者は表示させた主体だからね。えー、文書の意思内容を表示させた主体になりますから。まあ、書いてあるね。もともと作成者っていうのは、文書の内容を表示させた意思の主体になるから、有効の承諾があった場合には、作成者が、あのー、承諾を与えた人が作成者になってくれるんだよね。<laughs> いいですかね、表示させた医師の主体だから、有効な承諾があった場合には、承諾を与えた人が作成者になるので、偽造にはならないです。ですが、まあ、例外の場合があるよと、じゃあ,あと2つ、はいえー、とまず、これ、24番は、ちゃんとあのなんか論文っぽい問題なので、捜査機関から犯罪の権疑を受けている者を真犯人でないと信じて、事故のもとにかくまった場合、犯人像とか成立するか、これ、2つ答えてほしいんです。 まず、要件にあたるよねまず犯罪の嫌疑を受けていれば、捜査機関の捜査中のものですから、まあ、このマーカーで引いてるけれども、罪を犯した者には犯罪の嫌疑を受けて捜査または訴追されているものも入りますのでえ、真犯人であることは必要ありません。えつまり、犯罪の嫌疑を受けているものをかくまえば、犯人贈得罪なんです。で、で実際にいいかな。 真犯人であると信じたとしても、故意は阻却されないからね。なぜならば、真犯人であるかどうかは故意の内容には無関係じゃない。要は、警察に追われているものっていう認識があれば足りるんでしょ少なくとも、<laughs> 犯人贈得罪における罪を犯したものっていうのは、あの、捜査中のものを指すんでしょこの、ざっくり言えば。 えー、罪を犯した者っていうのは犯罪の嫌疑を受けて捜査卒追されている者っていうのが罪を犯した者の定義になるわけですよ。そうすると、その、じゃあ罪を犯した者の行為っていうのは犯罪の捜査を受けていることの認識があれば、まあ、認識、任用があれば故意として認められるわけですよね。まあ、公正要件的、故意としてね。ということは、まあ、すごいざっくり言えば、 あの真犯人ではないと思ってかくまったとしても構成要件の内容とは全く無関係ですから故意、えー、が訴却されることはないんです。まあ、繰り返しますけれども要は犯人贈得罪における罪を犯した者っていうのは、まあ、警察に追われているものをかくまえば犯人贈徳なんですよ。ということは故意の内容としては警察に追われていることについての認識によがあればそれで故意はあるんだよ。この人は無実だって真じだとかって何の意味もない。 したががっててその2点が書いてれば丸です。つまり客観的にこの罪を犯したものっていうのが、えーまあ、言ってみれば犯罪の権疑を受けて捜査中のものが含まれるそしてそうすると客観的に犯人増徳になってるし、えー、この人は真実はあごめんなさい、えー、で実際にかくまった人は真犯人じゃないっていうふうにかくまってるけれども結局は構成要件として罪を犯したものっていうのは犯罪の権疑を受けて捜査中のものっていうのが 定義なんだからそのことについての認識認用があれば故はあるんだよねですから、えー、警察にまあすごいざっくり言えば警察に追われてるってことを認識して、えー、警察に追われてる人をかくまえば犯人ぞ得ですからいいね、えー、という話ですでラスト、えー、偽証の虚偽の陳述は証人の記憶に反する陳述ということになりますのですべ、えーまあ、てまああの入門段階の知識でしっかり解ける問題ということになってます、まあ、これまであの民事系のの問題とかねあのだ 民法、商法、民訴でやっている問題と比べると、一、まあ、段階、あの刑法の場合には正確な知識を使って書くっていうところが重要になってくるので、あの問題の客観的な難易度は比較的あの解きやすいものに、あの他の民事系に比べればなってますので、あのまあ担当の問題はもちろんですけれども、この記述の問題についても、まあ、書けない問題がもしあった場合には、しっかり復習していただきたいかなと思います。特に刑法の場合は、あのこういうふうな定義みたいなのが空で言えないと、全く点数来ないんでしょ。 あの実際にまああの条文引いた上えで、構成要件該当性を見るときに、その定義、それが何なのかということをまあ実際に示した上で当てはめるということがまず基本になるから、構成要件的な定義というものについては、しっかりと押さえておかなきゃいけないし、あとはまあ不審性不作違反とかね、クロロホルムとか、一般的に判例が重要だとしているような規範がありますよね。いわゆる不不審制不作違反の問題ももやりまましししたたクロロホルムも出てきましたしあとは えー、あとはファミレス事件とかもあとは、えー、とあとは、まあ、今回だったらあれかなあのダートトライアル事件とか、まあ、いわゆる重最重要判例と呼ばれるものです、まあ、いわゆる最重要判例が示している規範とか判断枠組みみたいなものについてはやっぱりこれは言えないと答案が書けないっていうのがもう刑法の特徴になりますのであの通常の問題と比べるとやっぱり入門段階で取っ組みやすいものっていうのをある程度恣意的,的にというかねあのチョイスしていますので、えー、まあ 一応の目安としてはね、ことの,の合格目標の方は、先ほど担当はやっぱりまあなるべくミスってはいけないレベルの問題ばっかり、で記述式についても、正確な表現が言えなくとしても、全く手も足も出ない問題があった場合には本当に危険です。あの仮にまあこれが論文で出た場合には、メイン論点になるものばっかりっていう感じの問題です。ああとは入門段階であったとしても、まあ 少なくともね、半分以上のところは、しっかり自信を持って回答できるっていうことはまあ求められるかなと思います。まあ、半分できたらいいっていう趣旨じゃないからねあの、基本的には全部できてほしい問題ではありますが、さすがに逆に言うと、半分切っちゃった場合にはあの、ちょっと危機感を持たないとあの、苦手意識が出てきちゃいますから、まあ、刑法に関しての一つの,あの、まあ、入門段階でまあ一応、一定程度が終わって、であまあ、実際、インプットの効果測定っていう形であれば、まあ、担当はまあ大体8割方。 でえー、記述式については、まあ、半分ぐらいはまあ答案として、答案というか回答として書けているというのはね。 えー、一つの目標になろうかと思いますでは、えーまあ、全部ね、考えてみたらいつもの学習ですよね。入門を受けられてる方は、チェックシートを日々、えー、確認してて、チェックシートの書かれてるものがしっかり言えてれば、えー、書ける問題っていうふうになってるはずですので、えー、そこのところは、日頃の、まあ、学習の,あの積み重ねいうところは意識してもらえればと思います。では、それでは、えー、今度は刑事訴訟法、またね、えー、あと3科目ありますけれども、き、まあ、今日の刑法のところは、き、え、ょ、ー、のところは、解説は以上とさせていただきます。じゃあそれでは、えー、本日のの確認テスト えっと、担当と記述の解説は以上といたします。それではお疲れ様でした。